おはようございます。どうも、ウエスクでスターオーシャン1ファーストリバーチャー実況プレイ続きやっていきましょう。なんだけど収録は 1,2 ヶ月空いちゃったんだけど、プライベートアクション今回もやってきてと思います。タムロイがなくなってきたんで続き撮ります。で、前回ポートミスの村町をプライベートアクション回ったんで、今回はもっと昔の町、ホットだっけ、クーだっけ、ホットか、ホットの村と最初のクラークだっけの町にプライベートアクションしに行きたいと思います。なんかもう増えたからね、いっぱいいるな。久しぶりだよな、本当に。道具屋の吹き替えって何で見るんだろうね。あ、吹き替えのイベントもあったんですよ、昔。あ、吉田さんがいる。僕でもやってたんですか。はい、これ白ですか、これ尻尾か、尻尾、尻尾気になるの、見るか、民家にね、普通に。懐かしいな、この辺も。あ、あ、ごめん、スルーとか。こちら。いないな。ヨシアさんと、ロイキさんがいたから、あと、シュース、ミリー、イリアさん、マーベルさんか。あ、イベントだ。何？あ、あ、イリアさんは今悩みを抱えてますね。ミートだっけ、イリアさんだ。悩み。え？この麗しのミリーちゃんがイリアさんの悩みを解決したい。お悩み解決し。いや、いいわ。また今度ね。遠慮してるな。まあ、そう遠慮しないで、私に任せてくださいよ。イリアさんの悩みは。うん。そう、ロニキさんとマーベルさんね。あ、立ってんじゃないですか、あながち。そんなことないわよ。館長っていつもマーベルさんのことは気にかけているじゃない。なんでかなって、全然変な意味じゃないのよ。うん、うん、うん、それが乙女心ですよね。ついつい目で追っちゃうんですよ。いいのことだね、館長って。そう、あれで結構人気あるし、マーベルさんだって美人だし。マーベルさんって顔も綺麗でスタイルも抜群で、それでいて優しくって、なんたって私の憧れですからね。マーベルさん怪しいけどね。そうよね、マーベルさんって女から見ても素敵よね。うん、うーん、じゃあお色気で迫ってみてはどうですか。お色気かい、お色気か。いや、何言ってるの、見に行ったらそんな簡単の。めっちゃ怪しいって、ゆうさん特に何も言ってないですけど。見に行ってたな。違うの、私は館長には別にそんなつもりじゃなくてね。本当にイリアさん真っ赤ですよ。試験だな、やったこと。こうプライベートアクションやってるうちに自分の先手なのかな、この悩みの。レイキさんとイエさんの関係も。医療時期か。イエさん？あ、やってきたの？あ、寝ないよ。おほほほ、おほほって言うタイプないでしょ。だって、別にイエさん。イエさんって、しかもなに可愛いね。うん。で、シュースがいるな。マーベルさんがいないな。マーベルさんが、ない。マーベルさん、マーベルさん、こんなっか、いた。ごめんなさい、考えてたの。あ、そうですか。じゃあ、プライベートアクション、まだあるよね、このホットの街は。これちょっと行ってみるか、やってみるか。よし。はい。ワン王国最近行ってないな。忘れてたわ。なんか試練みたいな、反対試験みたいな。
試験を受けるんだってね、もともとは。それをやすぼかして、このようにしていると。そうかもですね。勇者さんいるな。勇気さんもいるな。となると、民家にね、さんに。はい。ない。あ、いや、イエさん。え、前もなかった、ここ。イリアさん、また何か見つけたんですか？なんだっけ？前、イヤリングだっけ？イヤリングが渡してあげたんだっけ？いやだ、そんなんじゃないわよ。それともまた何か、ラティにプレゼントしてもらうかしら？そうですか。何を？プレゼントがどうかしたんですか？この声は、みんな見たんだ、ミリー。あ、バイス取られちゃった。ね、あ、いや、別に何でもないんだ。これはいけない。バレたか、気まずいな。あのね、ミリー、これには全然深い意味は。イリアさんは黙っててください。ミリー君が面白いな。ミリー、ミリー、ミリー。はい。うわあ。どうして隠すの？隠してはないよね。隠してはない。ね、いや。あ、シェイスが覗き見してる。すっげえ、ラティのやつ修羅場じゃねえか。ここからどんな展開になるんだ。やめろやめろ。ドキモンだぜ。ドキドキすんな。シェイス、ちょっと興味あるんだ、ここ。あ、若い女の子たちは。やだ、あそこの人、動画のことでニヤニヤしてたわよ。シェイスだね。キモい。キモいってとこあるんだ。400年前の、このクラークの街に。そんな人には、あの、帰らないから、シェイスは。ラティー。かわいいな、ミリー。よー、ラティー。ちょっと、こっちに来ないか。おい、シェイス。助け船が。え？ああ。ありがとう、シェイス。意外と気をつけてくれるんだな、シェイス。結局はどこへ行くんだな。あ、助かったよ、シウス。いや、お互い様よ。ありがとう、シウス。もう一回持ってみて。戻れないかな。やめとこうってないかな。あ、いない。いない。ミリー、かわいいなぁ。シュースええな。今のとこだったな。ほんとだよ。ミリアさんと、ミリアどこにいんだ？プライベートアクション後の会話も聞きたいからね。ないな。あ、いた。これ、あっちの方がいいかした。いや、あっちの方でいいよ。あ、ミリーもいるな。だって、手中にする方が、この人ね。あ、いや、だから、するつもりじゃなかったんだって。ここに下がったかなー、ミリーとの。それは悲しい。いや、プライベートアクションあるでしょ。ホットな人結構合いそうだね、プライベートアクション。少し休んでいきましょうか。はい。ミリーいいんじゃん。
ヨシヤさんはここだ。こうして、クムの後ろに乗せてました。クーム、で、クームもこんな感じだっけ？クームもこんな感じだった気がするな。あ、ウネキさんがいない。ウネキさんいるとか？あれがミンカ入っちゃうな。ミンカ、入ってないのに。あ、ウネキさんとバーベさんが走ってる。こちら。しかし、道行く人全員猿の尻尾が生えてるな。猿って言ってやめなさいよ。猿じゃないですよ。猫、フェルプールです。フェルプール、白組か。ああ、すまんすまん。ヘリは生えてるね一応。そういえばマーベルは尻尾がないよ。あ、マーベルさん別の白組じゃないの？いや、別にいいんだ。このクダークの、でも、ヨシアさんとかも入ってないでしょ？あれはあるけど。あ、おり？尻尾か。何を考えてるんですか？いや、ま、いや、いや、マーベル尻尾あったら、そっちやめたろうと思って。ふ、そやめられてって思ってたかしら。いい感じな、この人たち。ヨシアさんとかしなかったね。やば、煮込みがないんだな。どんな感じですか、煮込み。ルーキーさん煮込みってほしいな。リリエさんはどこにいるんだ。リリエさんがいないんですね。ライブタクション1回に一度しか起こんないかな。でもどっかにいると思うけど、リリエさん。また、どこか、マーベルさんだよな、いつも。お腹空いたな。リリエさん探すか。あ、いたわ。大丈夫。これも重要ね。毎日毎日、欲しいね。じゃあ、もっとやるか。もう3回やったからね、3回でね。ワープ機能がないかな、ルーラーみたいな。結構めんどくさいんですよね、この機体するのが。来るのは、そこで、いいよかってんだな。来るの今すごく撮ってるからね、みんなチェックしちゃって。あ、すみません。藤田さんイベントないんだ。あの、トゥネキさんがいない。トゥネキさんは？トゥネキさん？トゥネキさんだ。しかし、道行く人全員、猿の尻尾が。同じ、さっきと同じだけど、マーベさんがいないね。猿じゃないですよ。猫、フェルプールです。同じか？おお、すまんすまん。まったく、失礼ですよ。あ、違う。一人一人違うのに。違うんだ。うん、確かに。お茶飲みます。よく見ると個性があるんだな。違うんだ。模様とか？何ですか？いや、お前の尻尾触ったら気持ちよさそうだなぁと思って。何って最近キャラ崩壊してるなぁ、やっぱ。な、何言ってんですか。そんな恥ずかしいことしないでくださいよ。恥ずかしいな、尻尾やっぱ嫌だ、なんか。猫も尻尾触るの嫌だもんね。嫌なの？恥ずかしいことなのか？イリアはミリーの触らせてもらってたが。あ、あらー、とにかく俺は嫌ですからね。あ、ちょっと。ダメちゃった。流し取ったのダメです。しかしミリーのさせなきゃいけんの。チュースはないの？チュースは尻尾ないの？チュースはなんだっけ、何の近くだっけ。マーベルさん、しっぽないしなぁ。変態なのかなぁ、しっぽ触るってのは。
この世界には。結構ほっと無駄けど、だいぶ時間がいっちゃってね。じゃあどんどん行こう。まだあるかな？全部なさそうだな。さすがになさそうな気がするね。ミリもいるな。尻尾か。どうやら尻尾かって切れてるんだ。イエさんもいいな。ワイっぽいな。ライブレスのチェスもいる？あ、シュシュいる。ワイっぽいね。ライブタクション。ライブレスもいるでしょ。あ、終わりでね。じゃあ、クラウト？じゃあ、行くか。よ、詐欺師。詐欺してるかい？行こう。こっちが出るよね。ユージャさん置いてきてるよ。いる？じゃあ。待ってって言った方と反対側に行ってくよ。じゃあ、クラークの村行きましょうか。はい、クラークの村に行きました。プレゼンション行ってこう。最初目だからな、ミーも、考えることあるんじゃないの？俺たちの最初の村、何か忘れた。私は無駄、無駄ですみたいな。なんか無駄ですね。この草津行こうです。うまく言わないでくださいよ。かわいい猫ちゃん。猫ちゃん。ねえ、ラティ、この猫ちゃんに名前つけてあげようよ。猫ちゃんがいたの？こっちの、もうやっぱベーシック。ルーミー、ルーミー。ポチ。ポチって。ってのはそれって犬の名前じゃないのよ。せやいけつなんですが。すいません。じゃあ、猫。ねえ、ラティ、なんて名前がいいかな。ポムガ。おお、ポムガってのはどう？ポムガかわいいじゃん。猫も全然ラティってなんかネーミングセンス全然ないのね。ポムガ？ラティがそんな名前で呼ばれたら嫌でしょ。めっちゃ嫌だ。ねえ、ラティ、なんて名前がいいかな。フェリシーってのはどう？フェリシーってのはどう？フェリシー？全部に言えんの話すんじゃん。あ、猫ちゃん怒んねんじゃん。あれ？でも猫ちゃん嬉しそうだね。これにしよっか。もう一つなんだっけ？あれも見たかった。猫ちゃん、ビアビッシュだよ。にゃー、ビッシュ。あ、こんな蓋してもらえなかったね。猫なんて10だからね。マーベルさん。ユニキスさんか。あ、ジュシアさん。あ、その猫ちゃん、なんて言うか言ってるのかな、悔しい。あ、なんだよ。嬉しいね。ユニキスさんって言えない。出ない。出た。あ、危ねえ。焦った。出ないと思った。なのあ、その子ちゃん手を振ってもらう、悔しい。あ、怒んなよ。なんだ、この猫ちゃんは。あ、いっぱいいる。いや、無駄にしないって、どこ住んでるのか。この人は、その子が住んでる。マーベルさんがいない。いた。そんなとこにいたの？やってんね、こっちの子。お前なんか、先のとこいいね。で、こっちはなんか見たんのかな？え？あ、腕打ちか。はい。
ごめんなさい。さあ、ハルさんな。あ、ヨコちゃんいんな。ヨコちゃん群がるのかな、やっぱ。あ、ないのか。これだけか、プロテクション。なんだ、ミーとかもっと、昔のこと思いますねーって、思ってたんですけど。ないのか、じゃあ、戻るか。戻ろう。戻りましょう。なんだ、おっとの村、なんか合うと思ってねえや。クラークの村もっと、なんか合うと思った。ちょっと残念だったな。謎の猫ちゃんだけで。あの猫ちゃん、なんだろう、こんな関係するのかな。また、今度来たら、ひよちゃん、なんか、懐いたりするのかな、もっと。よう仲間になるのかな、猫ちゃんが。ここに猫って抜けつけたのかな。よし、じゃあ、時間もいい感じで、今回この辺で終わりましょうか。おっしゃってました。今回は、ポットの村と、クラークの村を、クラークの村を、プロダクションしたんで、もう全部回ってんの、これ全部、この街は。ワンオークの、お城の、地下訓練みたいな、なんか、試練、次回、やりましょう。で、これはワンオーク遠いですけど、戻ってきてやってみます。よろしくお願いします。で、もしよろしければ、全然コメントをお待ちします。ツイッターにセブンツの方お願いします。先ほど次回、よろしくお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございました。バイバイ、待ってねー。ファイブタクション編、カン